こんにちは、柴田です。今回はモーリーのワウペダルマーヴェリックをご紹介させていただきます。こちらのマーヴェリックですね、非常に特徴的でございまして、まず一つ目の特徴としては、これスイッチがないんですよ。通常のワウペダル、これボックスなんですけれど、つま先にこういったカチカチのスイッチがついてますよね。これでオンオフをします。これは通常のワウペダル。これモーリーのワウペダルはですね、ここにねないんですよ。でしかもつま先踏むと勝手に戻ります。勝手に戻るんです。どういった仕組みになってるかというと、中にねなんかレーザーでワウがオンオフするようになってるみたいなんですよ。なので踏むことによってオン、そして勝手に戻るので足を離したらオフになるという風な仕組みです。ワウのねオンオフぐらい別に何のこっちゃないよと、大した手間ではないよと大思いかもしれないですけれども、意外とねライブの時とかに踏み忘れてたりとか、オフにしたはずだったのにっていうのはね、なきにしもあらずです。踏むだけで勝手にオンになってくれて、そして足離したらオフになってくれる。これはねかなりねライブの時は強みだと思います。そしてもう一つの特徴はこれサイズです。サイズが非常に小さい。ボックスと比べてみますとこんな感じです。こんなに違うんですよ。3分の2ぐらいですもんね。エフェクターボードの収まりも非常にいいです。そしてバッファードバイパスなので音痩せもないというところで、最近私シーバードはもっぱらこのマーヴェリックばっかり使ってます。モーリーのワウペダルはスティーブ・バイが使っていることで非常に有名になったんですけれども、オールドなワウを好む方にはあんまり向いてないのかなという気がしないでもないです。僕的にはね結構全然好きな音なんですけれど、いろいろ書き込みとかを見ているとなんかチャカポコ系の音には向かないとか、あと通常のワウとの大きな違いは、通常のワウは踏んでオンになるので音がチャカから始まるじゃないですか。踏んだ時のチャカからワウがスタートするんですけれど、このマーヴェリックに関しては踏み始めからオンになるのでポコから始まるんですよね。言ってることが分かりますでしょうか。かかと方向からオンになると、通常のワウはつま先からオンになると。この辺もねもしかしたら違和感を感じる人がいるかもしれないです。僕的にはね全然気にならなかったんですけど、あとこのマーヴェリックはサイズですよね。サイズ感がどんな感じかというと、足で踏んだ時に足はねつま先もかかとも飛び出します。まあ、人それぞれつま先をねこうやって置く人と、かかとをね軸に置く人とっていう人がいるかと思うんですけど、サイズは小さいけど全然気にならないです。小さいから踏みづらいとかそういうのもね一切ないです。ではでは音を鳴らしていきます。Yeah.
Yeah.